と皆さんに見せたいものがあります。はい、それはですね、トルちゃんのお顔をモチーフとしたオリジナルのうちの子ワンコオーダーカゴがなんと4ヶ月待ちで出来上がったので、皆さんに見せたいなと思います。イエーイ。はい、こっちにありますよ。ドキドキですね。はい、うちの子ワンコオーダーカゴって何ですかということなんですけど、まずママインスタグラムで発見しました。アトリエメコさんというアトリエの作家さんが作るオリジナルオーダーカゴのことなんですね。なんと今年パパがママの誕生日に買ってくれるということだったので、ドキドキして見てたんですけど、はい、大阪の百貨店、こちら阪神百貨店ですね、梅田にあるんですけど、そちらで受注会があったので、そこだと思って行ってオーダーしてきました。それが4月の末ということで、4ヶ月待ちということで、やっと届きましたよねえトルちゃん。はい、早速その時のオーダーの動画を見てみてもらいたいと思います。それからそれからトルテチャンネル。はい、トルちゃんのワンコカゴオーダーしてみたいと思います。かわいい、カゴの色めっちゃあります。かわいい、シルバーもある。はい、オーダーシートです。すごい選ぶところがあります。いやー、中袋の色、文字やばい、いっぱい選ばないといけない。どうしよう、今黒とネイビーですっごい迷ってます。お見本かわいい、かわいい。このショルダーの長さを決めるのも一苦労ですね。なかなかこの裏表の皮の色も決めれるみたいで、すごいね。じゃーん、はい、カゴの色は黒に決定しましたので、サイズはちょっとこれじゃないんですけど、その持ち手のとこのね、この黒いゴム手の皮みたいなのをシルバーにするか、もしくはこのオレンジにするか、超悩みますね。そしてね、このここからの肩ひもも表地と裏地が決めれるんですよね。どうしよう、シルバーかな、やっぱシルバーを持ちて、こんな感じでやって、トルちゃんはこんな感じの、その子はシュナちゃんですけど、シルバーちゃんで、肩ひもをキャメルで、肩ひもの表地もがっつりシルバーでいってしまうかも。わお、悩みます。それからそれからトルテチャンネル。はい、持ち手の色をシルバーに決めたところで、またこのね、糸の色も決めないといけなくて、いっぱいあります。やばい、まあでも無難に黒でいこうかなと思います。じゃん、後ろ姿あり、かわいいな。そう、そもそもトロちゃんのシルバーの色をどれにするかで毛糸もね結構迷うんですよね。あまり暗いのがあれだからこれかな。でもこれがこれなんで、これも結構可愛いなと思ってます。はい、お財布のパパに相談して中袋もつけていいということになりました。イエーイ、オレンジの中袋をつけたいと思います。そして
トロちゃんのこの後ろ姿の首輪はオレンジにしたいと思います。こんな感じうまくできるかな。チャンネル登録ということで、こちら出来上がってきたトルちゃんのオーダーカゴ、はい、早速見てみたいと思います。開けますよの前に、トルちゃんのどの写真を送ったかというと、こちらこちら、はい、2つの写真を送るだけで作っていただけるということなんですね。はい、そしたら行きますよ。ドキドキするね、トルちゃん。じゃーたたたたたじゃーじゃーすーごい、もう可愛いの見えてるよ、タロ。わー、このつぶらな瞳と黒いお鼻、はい、なんかこの毛糸の色も結構悩んだんですけど、バッチリ同じ色、すごい似た感じの色でできました。トルちゃん、トルちゃん似てる。そしてお見てください、中もバッチリ、紐もね、肩紐も、表と裏の色選びましたよ、トルちゃん。そして、中もこんな感じで選んだオレンジの生地を使用して、ちゃんとポケットもあるので、これは絶対に袋はつけた方がいいですね。めっちゃ可愛いよ、トル。そして、この後ろですよね。後ろ見てみたいと思います。それからそれから、トルテチャンネル。キラ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 。じゃーん！トルちゃんの後ろ姿！わお！このなんかブクブクした感じ。じゃーん！この頭の感じ。一緒じゃん、トル！はい、こんな感じでオレンジの首輪もつけてもらいました。トルもオレンジの首輪ついてます。ネックレスですね。はい、こんな感じでちょこんと座った時のお尻の感じとか尻尾の感じ似てますね、トルちゃん。はい、このアトリエメコさんの革パッチもついて、はい、後ろだけ見てもめっちゃ可愛い。うわー、めっちゃ可愛いよ。すごい。これは4ヶ月待ちでも絶対欲しい一品ですね。このサイザルカゴっていうカゴも、まあ、毛糸でね、トルちゃんもできてるということもあって、もう冬でも夏でも、なんか色の加減もあるんですけど、いつでも持てる感じのバッグになってますね。すごい高級感もあって、軽くてめっちゃいいです。はい。まず、世界に一つだけっていうのが、ママはすごいいいところだと思います。それからそれからトルテチャンネル。はい、皆さんも気になった方は、お近くにお店とかアトリエさんがない場合は、百貨店とかで結構受注会をやったりするみたいなので、ぜひインスタグラムをフォローして
チェックしてみといてください。やっぱりネットでもオーダーできるみたいなんですけど、実際行ってああいう感じで、実物見ながら選ぶっていうのが一番理想的なものが出来上がると思います。パパありがとう。そしてアトリエメコさんありがとうございました。はい、じゃあこの動画がちょっとでもためになったなと思った方はコメント、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。もうどっちがトロちゃんかわからないですね。すごい似てます。そしたら次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。